はい、それじゃあ続きで撮っていきましょうね。あ、こっち行くのね、うん、まあとりあえずみんなと話しましょう。いいとかグラスで気強く遊びのやつがいたら、なんでこんな鉄の塊が空を飛べるんだって思いやろうよね。フラグ回収した。なんでこんな鉄の塊が空を飛べるんや。とうとう兵の国に乗り込むわけか。もちろん私も最後まで付き合うぞ。オレクさんなら操縦席にいるはずだよ。準備だけを受け取るのよ。これ宝箱ある？宝箱ねえのかい？各人の場所があるね。以上。あ、コックピットこっちか。なら後だ後だ。この船の中を見て回りたい。おっと、会議室があるね。いや、何回しようかい。奥さん、取りに向かう前に寄ってほしいところがあるんですよ。構わないよ、どこに行けばいいんだい。終焉の谷です。終焉の谷で、分かったよ。飛行機がグラス大陸にも着陸することができます。食べるアンスパンが南の赤に表示されるようになりました。サビルとスレートはストーリー上の変化はありません。サビレーター今後のアップデートが追加されるかもしれません。おいおい、ここはレベルアップと、ここでレベルアップできるんだ。ほんで保管空リバーモア、こっちがアリツェでボールと、ここは何と、エール国。シエの谷ってここやったっけか。モンスト、あ、いけるいける、よかったよかった。よいしょ、いざ。よいしょ、あお、ひえー、でも黒竜化は解除されないよね。うん、よいしょ、あお、あお、はいね、お、だいぶ戦いやすい、あお、あお、うぅ、お、じゃ師匠より早い、回避率増殖ならばこっちを当てる、あお、えっ、あべーっか。まずは、よいしょ、ふぅ、あぁ、よし、はーい、ロー、へぇー、
ッケー、よーし、おいならライストはあおよ、防御力低下だぞ、あおよし、当てる、よっふん、よいしょっと、はい、あっわあ、うん、あーもうこれ当てた方が早いや、よいしょー、おしまーい、やったね。どうやら脳の負けのようじゃな。しゃ、やっと師匠とタイマン晴れて勝てた。へい、約束通りお主に究極奥義を伝授する。はい、お願いします。究極奥義は3種類あるんじゃが、3つも、3つ全て伝授するのは疲れるから、とにかく1個だけにしてほしいんじゃ。せっかくだから全部教えてくださいよ。たわけだ、年寄りはいたわると恐らなかったんだ。広からぽっくり行ったらどないすんねん。ああ、さて、俺らは配慮不足でした。うん、素直な弟子は嫌いじゃないぞい。続けられる最終奥義は火、土、氷の3種類じゃ。どの奥義を習得したい？ああ、Z、うん、うん、ゴーホムラ、リョーガ、んで、Z、どれにしようかな、どれがどれだ、うん、師匠のとこに行く前にセーブしておくべきやったな。よし、 Z では行くぞ。はあ、よいしょ、おお、5桁ダメージ、わっ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 、無事習得できたようじゃな。お主は無事ニデラ回転じゃ。師匠、今までお世話になりました。お主の最終奥義は龍門陣初の血のみ使用でき、夢見忘れていないぞ。龍門陣いるんか、わかりました。たまには遊びに来るんじゃぞ。弟子お主しかおらんから暇やし、便利な駒使いではなく弟子がいなくなって寂しいの。ちょっと本音漏れてるからね。Z、 あ、そうか、究極奥義はこれ龍門陣発動中でないと出ないのね。 OKOK、 さて、さて、あとはこの古の剣、古の剣の場所は結構ね、ああそうだ、イニシの剣の場所、まずはここやね、ベレンガリア。ベレンガリアのこのアイスドラゴンがいた場所にイニシの剣、ちょっとね、イニシの剣の場所だけ見たのよね。よいしょ、まあとりあえずいただく、わお。道間違えた、やかましい、やかましい。序盤二頭筋、やかましい、やかましい、やかましい、
やかましい。よいしょ。うぅよいしょ。うわぁ。よいしょ。BGM が鳴らねえ。よいしょ。取ったな、逃げるです。持ってきよったなら戦うです。確か、あの、イニシエの剣は、ねえ、とりあえずもういいな、最強装備作って、1個は消費してるので、あと3つ。よいしょ。イニシエの剣、イニシエの剣、登る道こっちやったっけね。回避するんじゃない今さら。しかも雪だるものくせに。よいしょよいしょ。セルマの出番回ってこねえ。よいしょ。はいよー。よし。はい、次。次、イニシエの剣どこだったっけな。あと、ここやね。ここサブイベントですね。このまず、ハイソン。ここになんかサブイベントあるっていう。あれなんかちょっと復興してね。お、なんかある。よいしょ。ほい。今日もマリアの体調は優れない。容態は日に日に悪化する一方だ。治療につながるんですが、このちいちゃんが危険だからと許可してくれない。うんうん。この間マリア、ほいほいほい。自分で薬草を取りに行くことにした。待っててくれよ、兄ちゃんが絶対に助けてやるからな。次のページ。てでここの天末を示そうと思う。野菜天国できなかった。よかった、俺はどっちの豆さえ瀕死の重傷を負ってしまった。よかった、ナルブ。あー、ブラックドラゴンが言うてた。うん。
ナルブはシェンロンと呼ばれる存在であり、生命と癒しを司るホワイトドラゴンである。その話を聞く俺は歓喜した。あ、もしかしてこれ日記書いたんルイじゃないか。ナルブの力はマリアを救う、そう思い村に急いだが、その時にですね、マリアはこの世を去っていたのだ、うん、ホワイトダーコの力を使えば死者を蘇らせることも不可能ではないはずが、なぜかナルブはそれを俺に隠してた。ナルブが眠りついては死人を高めに背負わないか、彼を恨んでなどはいない、うん、人間とドラゴンが理解し合えてない現状に、それでもいつかは分かり合えると信じて人間ドラゴンタラスターの力を与え続けている。こいつは続けやほいほい。人間のやることは依然として変わらない。それでどんな手を使っていっても。ここで終わってるな。ここに住んでたやつの日記みたいな。そっか。マリアちゃんはほんまにこの村に住んでた女の子やったよね。そういえば、ファントムドラゴンは人間の記憶を読み取って幻影を作り出すと言ってましたね。つまり、あの幻影は。ルイの記憶を元にした幻影でしょうね。その日記もおそらく川の近くの墓あったよね。ちょっと寄ってか。まあとりあえずここでルイの目的も分かったところで、お、マリア・レーブス、ここに眠る。あれ、お花が忘れてありますね。しかもまだ新しい。私たちがこの村を去ってから、ルイがまた訪れたのかもしれないよね。なら、うちらも、せっかくやから。イリナちゃん、今回はすんなりとお花冠につけてましたね。一遍やりゃこのもんやね。でも、へったくそやな、お前。俺の方ができたね。確かにケンさん、初めてにしては上手にできてましたね。納得いかん。あんたと私どこに差がついたん。まあこういうのは見た目じゃなくて気持ちが大事やから、たとえどんなに不格好でも。はいはい、どうせ不格好よ。しかしちょっと作りすぎたんちゃう。なら一人だけ持ってかん。この村での思い出を忘れんために。じゃあね。じゃあ一人だけ。オッケー。さて、イニシエの剣、一箇所場所忘れちった。調べたのに。ああ、そうだった。竜とレイセルよ。レイセルでまっすぐ行ったらイニシエの剣だった。確かそう書いてあったと思う。まっすぐ行ってます。ほい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 と。とりあえず今のうちに竜とレイセル瀕死の剣回収しておきましょう。オーイエー。回収するもんを回収したらさようなら。ほい、最初はこっち。リエルコフ。おっと。多分デスバレーに行かないかんのね。デスバレー。ケンさん、主演の谷一体のヨロミスだ。ルイの力を見たやろ。今の俺の力じゃあいつにかなわん。確かに、シュンロンの力は半端やなかったよね。そこで、ブラックドラゴンの力を借りようっちゅうわけよね。あいつがおるとしたらここの可能性が高い。みんな、ちょっとすまんけど、付き合ってくれ。確かね、ここ宝箱の取りこぼしあったもんね。どっからこの宝箱に行くかわからんけど。
はい。ああしまった。そうやった。こいつは炎を持って吸収するんだべよ。 OK。 確か宝箱1個取りこぼしあったのよね。うん、ここじゃないんだよ。こいつらもよくこんなとこに住んでいるものよ。全く効かんね。まあこっちも強くなったからね、全く効かんね。とりあえずね、剣とセルマのレベル上げなあかんからね。せっかくだしレベル100ぐらいまで上げたいけどね。あれ、こっちセヒルトだっけか。先手を取ったな、逃げるし。もう道なかった。よし。ちょっと待ってね。どうやってあっち行くんじゃ。ちょっとあっちに行く方法がわからんのよね。109。まったくヒルが魔法を唱えるんじゃない。
じゃよろしいかね。こっち行ったかしら。戦うの面倒くさくなった。ああ、こっち側も行ったね。うん。で、地下に伝わつながる道がちょっと見当たらない。まあこれは諦めっか。いいよ。頼むよヤッコス。リオンだな。その姿どうした？人を崩壊し続けた結果、本来の能力を取り戻しつつある。それは心強い。リオン、お前に俺の力を貸してくれへんか。何故？いや何故って、シェノの力に対抗するため。なぜ魂の関係を阻止しようとする？地上の命を守るため。彼が地上を守るのは逃げるならまだ役やろ。うちの関与することはないで。今のままでそのシェンロンに勝てるかわからへんねん。どうしてもお前の力が必要やねん。だけそれ協力する気やねん。イオン、めっちゃ言いましたね。イオン、じゃあなんで俺のために協力したんの。私たちのことは私たちで解決しましょう。そうやな、前物狙いしてもしゃあない。この世界は俺たちの手で守る。たとえ相手がシェンロンでもな。移動先に竜手の塔が追加されました。ちょっともう一回探すわ。会った後にもう一回この周辺の谷の一番奥まで行ったら、なんか BGM 変わってる。はい、アンゴフ。なんかめっちゃあっさり道見つかったけど。暗闇を向こうにする。いらない。まあとりあえず宝箱の回収、まあ第一目標は第一目標はとりあえず行ったけど、やっぱ主演の感じの BGM いいな。うそー、セキュルートはこっちだね。先手を取ったなら逃げるべし、先手を取らなくても逃げるべし。こっちじゃねえ。行こう。
くぞ。よいしょ。しかしこのオリエンテーリングも大変だな。音量の四面体がね、なんか霊魂の涙あたり落としてくれたらええんやけどね。どうもそうもいかんみたいやからね。よいしょ。こちら。よいしょ。あ、こっちじゃねえ。こっちだ。紛らわしい。お前じゃない。結構長いダンジョンだったわね、ここ。よいしょと。まあ、古の剣のためや。古の剣のためや。行きましょう。四面体いらね。よいしょ。うう。しかしこのダンジョンも長いわね。よいしょ。よし、ようやくや。オッケー。こっからいけんのね。よし、よっしゃ。じゃあ合成しよう。ほんであのレベルアップ等も気になるのよね。あ、こっちだ。よいしょ。ちょっとアルガナス。よいしょ。さあ合成するぞ。だから竜の鱗1個あんのね。あーこっちは、こっちは竜の鱗。あーでも竜の鱗はこっちだよね。でちょっとね、そう、まあとりあえず、まあとりあえずよいしょ。とりあえずイリーナ以外はもう合成しちゃおう。あー、王者の印がいる。こっちも王者の印がいるのね。合計15個いる。残り14個。ほんでこのバナルガンド、ういしょい。あった、魔物の血液が足らんだと。魔物の血液はどこで手に入るかな。ああ、魔物の血液か。どこで手に入れようか。まあ、この聖金の指輪はまあ別にいらんとして、この押し花の5分、定価のみを無効にする HP 自動回復、 HP 自動回復は欲しいわね。よいしょ、よいしょ。魔物の血液が足らんか。魔物の血液があといくつ ?11 個。魔物の血液って結構いろんな人が落とすから集めるのはそんなに苦じゃないとは思うけど、まあ、これでも HP 自動回復ってあるから、
で、フェリシアがね、あの、この H で、あら、おっと、もしや専用装備か、あー、もしやこれは専、もしやこれは専用装備か、あれ、押し花のゴフは誰が装備できるんだ、お前か、剣しか装備できんのけ、で、まあ、対安のゴフ、対安のゴフは、あれ、対安は、あ、そうだ、対案の5分にしちゃったんだ。対案は、対案は、対案はセルマやな。うん、やっぱ物理やるやつはね、うん、まあいらねえって言ったけど、いるわ。ほんで、まあ、これでいいのかな。あと、魔物の血液をどっかしらでやってこないかん。魔物の血液。どこで魔物の血液を回収しようかな、レベル上げするならアコなんだけどね、魔物の血液どこで回収しよう、しかもゲイザーが出てくるところがいいわね、ゲイザーが出てくるところ、ゲイザーが出てきたところどこやったっけな、よし、ゲイザーが出てきたところというか、箱はワールドマップで行きましょう。ちょっと待った。このワールドマップでここ行こう。ファントムドラゴンがいたところに箱台はあるんじゃないのかね、ね、だってね、あのゴールドドラゴンいたところにあの宝箱あったから、まあ、とりあえず取りに行くついでにやりましょうかね、ていうかね、おお、そうか、幻覚が解けてるんや、その割にはまだ出てくるのね、お前は出るもんでええよ、よいしょ、よいしょ、ペッペッペッ、よいしょ、こっからやね、モンスター出てくるの、あれ場所どこやったっけ、ダブルポン、お前じゃないんだよ、お前じゃないんだよ、お前でもないんだよ、出てきてほしいのはゲイザーなんだ、よし、怒りが効くよね、このルックルックこんにちはがね、
でね、このルックルックこんにちはをね、よいしょ、ペッ、よし、あと何個やか、あと何個や、あーだいぶ多分これ城の中だと呼べないだろうな、あのドラゴン。よしゃ、ルックルックこんにちはや、うぅうぅ、うん、拡散ビームは効かん、オッケー、おー血液が手に入らん、よいしょ、やはり発光ダイオはあるんよね、うん、発光ダイオはあるにはあるけれどね、びっくりしたそこら辺の移動イベント設定されてないかと思ったちゃんと決定キーを押したら反応しました。はい、ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。